神川新宏氏は日本を代表するクリエイター。テレビディレクター、テレビプロデューサー、脚本家、作曲家、演奏家、編曲家、カメラマン。編集、マルチオーディオ、なども、すべて単独でこなす、稀な存在。海外取材歴も、多数あり。伝説の、三年ビー組、金八先生の、初代スタッフ。正解は、CM の後でという今や、 常識の手法を生み出した人物でもある。ドラマ、バラエティ、ドキュメント、音楽など、多ジャンルで活躍する日本でも数少ない、マルチクリエイター。女優、宮崎よし子の元夫。報道カメラアシスタントを経て、テレビ番組制作会社、イーストエンターテインメントに入社。同社を代表する数多くの大ヒット番組を多数、手掛ける。1979年。 報道カメラアシスタント時代にはあの三菱銀行領重殺人事件の現場を取材している。1979年3年 B 組金八先生でアシスタントディレクターデビュー2005年にイーストを代謝現在はフリーランスのクリエイターとして活躍している CAL に所属したという記述が一部あるがこれは間違いであるドラマ バラエティ、ドキュメンタリー、音楽、CM、その他多くのジャンルを制作、演出する日本でも数少ないクリエイター。たけし、いつみの平成教育委員会にて、正解は、CM の後でという CM を挟んだ演出を、日本で、初めて考案した人物。伝説の、タモリのデジタモドンを自宅で作り上げたという。近年は、撮影にも力を入れ。 自身の作品は自身でカメラを担当する。音楽にも秀でていて、自身の映像作品のサウンドトラックやエンディングテーマ楽曲を自ら作曲編曲する。使用している DAW はデジタルパフォーマーであることを Adobe のインタビュー取材で答えている。また同取材で自宅スタジオにて撮影、編集、コーデック変換、フォトショップ作業、テロップ、画像加工、 書き出し、作曲、編曲、録音、マルチオーディオ、カンパケ作業のすべてを行うと答えている。女優、宮崎義子の元夫でもある。これまで手掛けてきた作品は、自然科学系では、ワクワク動物ランド、たけしの万物創世記、奇跡の地球物語などの取材で30カ国余りを取材。取材地域は、アフリカ諸国、インド、カンボジア、 シベリア、フランス各所、イギリス、イタリア、アメリカ約40州と幅広く、ワイルドライフ、ネイチャー、動物全般に精通している。彼が撮った野生のベンガルトラのハンティングは、現在でも、世界で、唯一の映像。自然科学系の学者、研究者、天文学者などとも多くのネットワークを持つ。ダイビング歴も長く、西表島、沖縄各所、 モントレーなどを取材した作品多数。また、アフリカ第一交代にあるタンガニーカコでは40日間の水中取材を行った経験もある。自身で撮影も担当し、多くのドキュメンタリー作品でカメラを回す。動物をテーマにした作品では、絶対に遭遇したくない危険生物や、変な生き物100連発、激レアランキングも彼の発案、演出作品。 バラエティ番組では、たけし、いつみの平成教育委員会をはじめ、ギミア、ブレイク、ところさんの20世紀解体新書、奇跡体験アンビリバボー、日本テレビ55周年記念、アカシアさんまスペシャル、ジャングル TV、タモリの法則、片岡愛之助の解明歴史捜査などを手掛ける。たけし、いつみの平成教育委員会での、正解は、CM の後で、の手法は、 当時も反対されたと後に語っている。富士テレビ27時間テレビを外部の人物が演出したのは彼が初めて。4年連続で生放送の総合演出を担当した。ドラマでは3年 B 組、金八先生パート1に監督、脚本として東京大空襲、ストーカー逃げ切れぬ愛、悪魔のキス、手塚治虫劇,劇場、成り上がり、松本清張、証言。 松本清長、共犯者、ボーダーなど。音楽系では、タモリの音楽は世界だ、アユレディ、モーツァルト奇跡の響き、矢沢英吉スペシャルライブなど、多くのビッグアーティストを演出した経験を持つ。矢沢英吉原作の、成り上がりをドラマ化し、監督を務めていて、かつ、矢沢栄吉ライブの演出も担当している。タモリの音楽は世界だでは、南 t スクエア、ハットリー・タカユキ、中西屋や、斎藤ノブ、などを演出している。またギルバート・オサリバンや、タック・アンドレス。いわゆる海外ビッグアーティストへ、演出経験もある。ドキュメンタリー系では、たけしの色彩大気候、タイタニック号の真実、奇跡の地球物語など多数。音楽制作、万物創世記、共犯者では、 サウンドトラックも自ら作曲編曲した。数多くのアーティストへの楽曲提供、CD プロデューサーも務める。ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド特別番組では、ジーン・ハックマン、メリル・ストリープを直接演出するという稀有な経験も、ある。テレビ番組だけでも100作品を超える実績を持つ、クリエイター。現在も、現役、企画、演出、撮影、編集。 作曲、編曲、演奏など、精力的に活動している。北野武史、タモリ、ところジョージ、島田晋介、泉正孝、中村正俊原田美恵子、各地下子、堀北真希、国中良子、佐藤瞳、片岡愛之助らから絶対的信頼を得ていると、評判。人気作家の足立源一や鈴木治とも親交がある。 SNS 流行ったことがないとの取材記録もある。マックス主演のスイートデビルメイキングにて、マックスのメンバーとの進行が描かれている。元ラグビー部キャプテン。スキー、ゴルフは上級者。元の妻から私より100倍頭の良い人。何でもできる人なので一緒にいて、とても便利との発言がある。過去のメディアからの記事として、読書は、 ほとんどしなかったのですが、妻から勧められて、フォーサイスを読んだらハマってしまって、その後、フォーサイス、アーサー・ヘイリー、ジェフリー・アーチャー、マイケル・クライトンにはまりました。ほぼ読破してます。あと何と言っても、筒谷・スタカ先生ですね。最高です。手塚治虫先生は、別格です。常に、新たな試みをしてきた人物であるにもかかわらず、 コメントフォローのテロップいわゆる、なぞり、テロップを使うことがない。これは、タモリさんに叱られたからと後に語っている。コメントフォローテロップは、タモリさんのおっしゃる通り、出演しているタレントに失礼な行為だという理由から、車好き、ホンダ好き、ホンダ総一郎、アイルトンセナのファンであるとの記述もある。1989年9月に、 女優の宮崎義子と結婚したが、1991年1月に離婚している。ありがとうございます。